それではまずは酒井編集長に伺いましょう。今回プレシャスウォッチアワード2019フォーマンオブザイヤーにピーター・ラブスカフナーさんを選んだ理由を教えてください。はい、皆様も少なからず感動されたと思います。ラグビーワールドカップ日本大会、日本代表の大躍進、その立役者となったのが彼です。チャンスメイクもたくさんしましたし、何より、日本がピンチの時に、体を張ったタックル、そのタックルも何度も何度も倒れては立ち上がって倒れては立ち上がって彼はやっていました。本来ですね、ラグビーはチームスポーツでございますので、日本代表全員に賞を渡したいんですけれども、今日は代表としてラブスカフニ選手に来ていただきました。彼は2試合リーチマイケル選手に代わってゲームキャプテンとして先頭に立って試合に入りましたし、体を張って本当に日本代表を引っ張ってくれました。そのプレーがですね、また反則も少なかったですし、とってもジェントルマンな感じでございました。メンズプレシャスはジェントルマンということを提唱しているメディアでございます。彼こそこの賞にふさわしい方はいないと、確信して今日参りました。今日はですね、おめでとうという言葉にありがとうという言葉を添えて彼に、賞をお渡ししたいと思います。本当にありがとうございます。はい、おめでとうございます。それでは酒井編集長よりピーター・ラブスカフニ選手贈呈、初の贈呈をお願いいたします。